今週の第5位は NHK 大見ゆりえアナが3月対局、朝一での笑顔を曇らせた9ヶ月前の15歳差婚報道でした。こんにちは、りょうこです。2021年2月11日から17日の1週間にネット上で最も読まれた日刊現代が配信した最新ニュース、続いて第4位は田中みな実が TBS ニュース23の後釜に急浮上、小川彩香アナでは視聴率大苦戦でした。4位は芸能ジャーナリストの芋沢貞夫さんの寄稿で、それによりますと元テレビ朝日の小川彩香アナがメインキャスターを務めるニュース23の周辺を芋沢さんが調べたところ、ポスト小川アナを見越して水面下で局の幹部が具体的な人選に入っていることが明らかになったといいます。芋沢さんが入手した候補者リストを見ると、 TBS が欲しがっている MC として NHK の桑子真帆アナ、 TBS の夕方のニュース N スタで MC を担当するホラン千秋さん、元テレビ朝日の宇賀夏実さん、竹内義恵さんらの名前があったそうです。 NHK を3月で対局する大見ゆりえアナの名前はなく、このリストの中で特に目を見張ったのは田中みな実さんの名前だったといいます。続いて今週の第3位は、貴乃花、蓮舫の息子が絶縁宣言、我が子に縁切りを決意される親の地雷。そして第2位は長谷川博己、麒麟が来るで格上がり、ギャラも大幅増、堺雅人や渡辺謙より高額にでした。記事によりますと、NHK 大河ドラマ麒麟が来るで主演を務め上げた長谷川博己さんに与えられるのが俳優界の頂点という称号。今後テレビ界において実質的に長谷川さんは下にも置かれぬ最高の待遇を受けることになります。評価をアップさせたのは高視聴率、2016年の真田丸以来4年ぶりとなる全話平均視聴率 14% 超えに NHK の上層部もほくほく顔だったといいます。実はテレビ界で未だに根強い慣習となっているのが、大河ドラマの主演を務めた俳優の格は民放では1枚も2枚も上がること、合わせてギャラも大幅にアップします。長谷川さんのように高視聴率を取れば、さらに格もギャラも倍々になるそうです。極端な話、民放が主演オファーする場合、半沢直樹の堺雅人さんや世界で活躍する渡辺謙さんよりも出演料が高くなると記事では伝えています。いよいよ今週の第1位は、フワちゃんダブルブッキング連発で崖っぷち、指原莉乃から事務所入りの助け船かでした。気になった記事があったら日刊現代デジタルのサイトでチェックしてみてください。それではまた。